続いてのトピックはこちらです。岸田総理は昨日夜首相秘書官を務める長男の翔太郎氏を6月1日付で交代させると発表しました今回の行動を報じた「週刊文春」によると忘年会は昨年12月30日親族10人以上が集まって翔太郎氏,氏を 総理の位置にして撮影した写真や若い男女が総理の演説台でポーズを決め会見ごっこをする写真赤絨毯の階段に寝そべる写真などが流出しましたこの件を受けて岸田総理は公的立場にある政務秘書官として不適切でありけじめをつけるため交代させることにした任命責任は私自身にあり重く受け止めていると説明しました また、野党は今回の更迭について文春が報じてから5日後の発表ということもあり決断が遅れたと指摘今月26日から28日に行われた世論調査の内閣支持率低下も判断材,判断材料にしての決断だったと言われており総理にとっては評価された G7 広島サミットから肩透かしを食らった形になったと言えるそうですさあ金子さん、これいかがですか。 ま,あまず宿舎というか公邸ということで言うとまあ私たち例えば議員の時って議員宿舎があってまあそういう意味で言うとまあ議員宿舎のような居住スペースのところで家族親族とまあ飲食をしたっていうことはまあそこはまああってもいいのかなとは思うんですけどただその時の様子がこんなに簡単にねあの表に公開されてしまってるっていうところのまあ危機管理意識の低さっていうところはまあ指摘されると思う しあとまあ公的な、ね、スペースももちろん公邸内にあってそれはまあ岸田総理ご自身もねおっしゃってるようにやっぱりその秘書官、まあ、これ総理とか総理 SP とか秘書官がまあその入るっていうその通行証というかですね許可できるっていうそういう権限をまあ使ってこういうふうな、まあ、あんまりよくよろしくないようなですね写真撮影をしているっていう。 というふうにおっしゃっていますから、うん、まあでもここまでひどくなくても結構校庭内でねこれまでも取ってきた人たちも歴代いると、うん、それもじゃあやっぱり問題意識しなければならないしこうなってあの更迭した以上今後はそういうルールにしていかないといけないんじゃないかなと思いますけど、まあ、やっぱり後継者 ですよね、長男だから、ね、後継者にしたいとね、うん、総理は思ってらっしゃるとそういう意味で言とこの更迭というかこのまあ終わらせ方っていうのはあんまり印象がね正直よくないのかなという気はしますね。うん、なるほどね健太さんこれそもそも総理の息子を秘書官にする、まあ、結構こういうのあるんですけどはい、はい、これについてはどう思いますいいや僕や僕っぱりその接政治家が多い っていうことがこの国の大きな問題の一つだと思ってますし、まあその世襲批判をするといやいやその能力があればいいじゃないかっていうことを必ず批判されるんですけど、あの思い出すと岸田総理がその息子さんを秘書官に任命した時のえ言い分っていうのが適材適所だと言ったんですよね。で適材適所で選んでこれかってなってしまうとやっぱりあの言葉は何だったんだろうと思ってしまうし。 こういうことを講師を分けられない人でもやっぱりその適材としてまあ総理秘書官って年収1,500万ぐらいもらえるわけじゃないですか、うん、30代の,その平均年収にしたらと比べたらまあ4倍ぐららいもらってるわけですよね、うんはい、それでこれで許されるのかっていうのもあるんですけど、うんはい、一方でこのスキャンダルの出てきたタイミングっていうのが、うん。 なんかこう実に奇妙というか、<ー>あのー、ね G7 で積み上げた、はい、あの支持率っていうものを綺麗に吐き出す形になってるじゃないですか。そうですね。だからこれがなければ、うん、あの解散総選挙っていうものにスムーズに進んだのではないか。 と思うんですけど、これねおそらく温めてたんじゃないかなと思いますよね。あの私もあるまあその政治の関係者から聞いた中では、うん、G7 の後にやばいのが出るぞっていうのをちょっと聞いてました。あこれはじゃあそのどっから出たかっていうのはもうなんかその国会内ではなんとなくこう当てがついていやどっから出たのかわからないんだけどもまあおそらく週刊誌まあ文春がそれを温めていたっていうことなんでしょうね。 にだから私もそうだけど <laughs> 翔太郎さんも岸田総理もびっくりしたでしょうよ。 これだからもうほら行ってきたぜってシェアするのは 1>, もう1月とか2月にシェア終わってるんですょ1回1月の,あの外遊でああいう問題になってそ,<う>まあそれだけじゃないものは持ってたってことそ<う>抱えをだからそれがまさしくそのサミットの後に出てくるっていうあたりが、うん、やっぱりその、うん、これがどっから出てるかにもよりますけどもしこれが自民党内から出てたとすると自民党内でも解散・総選挙。 からの岸田政権長期政権になることを望まない人が結構いるのかななんてことをちょっと想像したりするんですけどさ、うん、まざ、あ、まな思惑がねやっぱりあると思いますし、うん、でやっぱり総理がねあそこまで頑張ってサミットを成功させて支持率上げたわけですよグッと、はい、上げた努力ってすごい大変上げるのは大変だけど下げるのは本当に一瞬なんですよねまあそれ外務官僚の人たちとかめちゃめちゃ怒ってるんじゃないですかね、うん、<れ>怒ってますよみんな怒ってますよ <laughs> もうカンカンですよ必死にねサミットを作ってきた人からすると。 もうそれほどまでに支持率上げるの大変なんだから。それにその健介さんもあのある意味その地盤看板カバンがない状態から議員になってはいワンスキャンダルで散った方のわけじゃないですか。あツースキャンダル。いやいやワンスキャンダル。<laughs> 散ったのはワンスキャンダルです。<laughs> そうちったのだから。散ったのはワンスキャンダルですよ。っていうふうにだから誰にも守ってもらえないその世襲議員じゃない方からすると。うん まあ、ある意味その翔太郎さんって今でもれっきとした今後の総理候補の一人なわけじゃないですか今までの政治っていうものを踏襲するのであれば、はい、やっぱりその世襲議員が今までも戦後7割の総理は世襲議員なわけじゃないですか。はい、か翔太郎さんも総理候補ですよね 可能性ととししててははなくはもちろん、ねまあまあ、後継者としてだからこういう秘書官だったりの経験を積ませているっていうところはあると思う、うん、ただやっぱり今回これを辞めちゃったからね辞めちゃったっていうのは結構一つ大きなポイントで辞めなかった場合「そんなこともあったよねで」で例えば今度その,その数年後にねそのそ翔太郎さんがデビューする時にその記事ってあんま出てこないんですよ。だけど辞めたっていう時のこの終止符のところっていうのは見られるんですよ。うん だからまた総理の後継として立候補したときにはあのときのこのまたね写真が出てくるわけです出、うん、てしまうけど、まあ、議員のあと岸田事務所でまた普通に秘書をして、まあ、地道に地元とかで回ってっていうことは、まあ、やっていくんだろうなともう一回積み上げていくってことはしていくと当選はすると思います,はますよ、うん、なので。すね、うんはい